僕と村田さんの考えがめちゃくちゃ違って、僕は県、下の方なんですけども、まあ、全国トップの、選手ということで、下回転の切り方の種類ちょっと教えてほしいです。何個あるのかとか。え、ご飯ですか。下、真下、下系。あ、下です。 下系ですね。ベターの方ですか。すくってあげる。すくって、まあ、ボールの 前ぐらいとか。はいはいはい。今止めると、もっと引き出したいんだったらボールの下でやってあげる。で、水平に振ってあげる。はいはいはい。さっき出してた縦回転これですね。このまま、バッと振ってくる。上からちょっと振り下ろし気味で。それは、もう本当、平行にこうやってスイングするぐらいの。さっきのは、まあ、プレスでこうやって振ってる。ちょっと浮きがち、遅くなりがち。球足がめっちゃ遅くなるんですね。こうやって、はい、よく、最初に覚える横下みたいな感じ。はい。こうやってやってみる。ゲートで止まってます。はいはいはい。出して、はい、ちょっと滑らしてあげる。はい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 。ああ、ちょっと早いから台から出るみたいな。まあ、するのは上がってるけど、はい。球足が大くなって滑るような感動で、はい。行くみたいな。ナックルと区別がつきづらい。そうそうそう。もう一個はもう、ぶつける感じ。三つ目が、ぶつける感じですか。もう、こうやって切る。これが一番、まあ、実践的ですね。ランドに、あの重さとか球、はい、あ、速さもあるから切れも余計に倍に感じる。さっきの横下とかは全部これ上からです。はい。本当だ。これを下からやるとこういう、はいはいはい、切ってます僕みたいな。はいはいはい。逆に取りやすいかもしれない。そうそうそう、考える時間もある。上手かったらもうそのまま引っ張ってられるかも。ので、まあ、こうやって切ってるんです。上からちょっと上から、これって使い分けるべきなんですかね、それとももう3つ目の振り下ろした感じのがもう今ベターっていうかベストなんですかね。どうなんですかね。まあ使い分けてもいいと思いますけど、別にこれだけじゃないじゃん、試合出すの。はいはい。だから他に自分で何の差を持ってるかによってどれが一番ガードにいるか。はい。こう出してていきなりロングサーブなんか差があるけどいいけど、はい、自分のおすすめってチキータとかされるじゃないですか今、はい、だからこのサーブ出すと全部持って帰りますから、はいはいはい、バウンドがゆっくりで、はい、いくら切っても、はい、多分簡単にポンってやられちゃうんで、はい、出るか出ないかのところを投げて技術通過するように、はい、下を出したりした方が切れてる。多分今の時代には合ってるんじゃないか。ちょっと出るか出ないかとか、はい、ギリ2番するとか。確かにこれはチキータしたいと思わないですね。上と、はい、上と、はい、下取って今ぐらいの感じで出したりした方がおそらくまあこういうのしたり、あと長短が見分けづらくなる。はいはいはい。ロングとショート、はいはい。なんかすごい短いサーブってあんまり試合中出さない。はい、はい、ストップしやすいし緊張したら出るし高くなるし、はい、だったらギリギリ2番するサーブを 100% コントロールできた方が多分いいサーブになる可能性が高い。はいはい、楽しいし。ありがとうございました。上から切るのははい、でも上から切るのに、はい、こうやって切ろうすると結構出るんで、はい、そうですね、やっぱで、出る。僕らのレベルだと出ます、ね、上から切るんだったら根元から切りたいかと。あー、ラバーのそう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 、このままこうやって切ってあげた方が止まります。はい、引っ張ってあげる感じ。こうやってここが最初難しいですよ。だから手首がそんなに意識的には使わない。小林君やってみて。後ろに向けてるって感じ。こう構えた時にも先端の後ろ向けてるんです。先端の、あ、そうそうそう、そのままこうやって引っ込める。あ、そうそう、おー、縦回転いきますね。そう、
あー、飛ばない。あ、切れてんな。飛ばなくなりますね。小林くん程度でも切れてる。どう思われてるでしょう、視聴者。そうそうそう。あー、でも、あの、飛ばなくなります。ここに当てる。はいはいはい。じゃあ、切り方によって変えた方がいいんですけど、慣れてきたら別にどこ取っても、上からこうやってやる方が、ボールの下を、さっきやった上、こうやって上出そうが飛ばなくなるので、はい、全部出る方がいいんですけど、はい、まずはこうやって下を純粋に出せるようにしてあげると、感覚がいいかなと。はい。ありがとうございました。